結構普段から仲良くさせていただいている先輩なんですけども、すげえ緊張してますね。もう脇汗がダクダクですね。さあ、まあそんな神谷さんはね、つい先日放送が終了しました。早いところでは、やってるところもありますが、進撃の巨人シーズン2でも最近では共演させていただいております。ラジオでこうやってお二人で話させていただくのはかなり久しぶりかなと思います。楽しみにしております。というわけで、これからの30分間僕たちの二人ごとにお付き合いください。梶裕貴の独り言。改めましてこんばんは、梶裕貴です。そしてゲストはこの方です。はい、どうも皆さんこんばんは、神谷浩史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、オープニングでね、はい、脇汗の話をした流れで、そんな神谷さんとそう、俺が脇汗びしょびしょみたいなですね。まあびしょびしょですけど、いや僕らの時期はもうしょうがないね。そうなんです。もうこのジメジメしてる、まあ、本当しょうがないですよ。ただ人より僕出てますから。そうなんだね。いや脇汗声優の名を欲しいままにしてるよね。いやね、ちょもうちょっと先輩にいらっしゃったはずなんですけどね、はい、なんかでもその人に出てる可能性がちょっとありましてらしいね。でもこの間、うん、その人と、うん、あの撮影しちゃったんですよ。はい、梶君、これ塗るとね、脇汗が止まるんだよっていう謎の薬をね、進めてきてくれました。マジかよ、なんだその薬、怖っ。でも、うん、確かに止まるんだ。止まるんだ。止まって、違うところからダクダク出てくるんで、今度はね、胸汗がすごくなるみたいな。胸汗は僕もすごい出る。本当ですか？そう、僕ね、ハート型に汗かくんですよ。本当に。かわいい。なんだそれ。かわいくもなんともないんだけど、ハート気がつくと、ここのところにハート型に汗をかく。じゃあグレーの T シャツとか着てたら、うん、最終的にはハートなる。マジっすか、はい、いやでも脇よりねいいじゃないですか。うん、でも自分で見てて気持ち悪いなと思ったよね。まあね、たまりますもんね、この汗がね。すいませんね、あの来ていただいて。いやいや全然。すぐ汗の話をしちゃって、はい、なんかこう梶くんと現場で会うけれども、はい、なんだろう、話すのはトイレだけっていうね。なんか不思議とっていうか、僕らがトイレ近いのかもね。そう。単純にね、僕とカジ君ね、トイレ近いんですよ。で、行くタイミングがほとんど一緒なの。またあったみたいな。いたっつって。ああ、カジ君だ。そのね、まあ、テスト、A パートのテストやって、まあ、その後、ラステスやって本番みたいな。はいはいはい、その合間合間に、なんか、次の時、なんか、ムズムズすんなって思いながら芝居すんの嫌だからと思って、出なかろうがとりあえずトイレ行っちゃうんですよ。なんか、進撃の場、ね、現場特に。それはね、わかりますよ。あのね、なんね、まあ、こんなこと言ったら違うかもしれないけど、うん、割と僕とカジ君、そのなんだろう、似てるところがあるんですよ。そうですね。もう思い込みでさ、なんかこうだっていう風なものをさ、うん、ちゃんとこう作ろうとするじゃない。うん、根が真面目というか、うん、なんかそう、よく言えばそれで、そう、悪く言えば神経質みたいな。そう、神経質なんですよ、うん、ネガティブクソ野郎なんですよ。そう、本当うじうじクソ野郎。僕まあ梶君の方がよりうじうじクソ野郎ではあると思いますけれど、まあ、でしょうね。僕はうじうじクソ野郎ですよ。もう、うじうじしきったらもう逆に開き直りクソ野郎ですよね。そうそうそう。もう急に開き直るから怖えなと思うんだけど、そこまで僕いけないから、多分根っこの部分で言えば僕の方が多分ね、うじうじクソ野郎だと思うんだけど、実はこんなこと言いながらね。いやいや、そう。やっぱり極度の緊張って、なんかね、体を硬くするから、うん、そのトイレが近くなるのよ。もうどうしても。体の反応として。そう、もう本当にだから若干ね、なんか病んでるんだと思うんですよ。僕ら。まあその、人間の生理機能がちょっとおかしくなっちゃってるね。緊張感で、多分ちょっとなんかおかしくなってる部分があって、トイレが近いってのもあるんですけれど。まあでもね、そんな、梶君だから、ああ、すげえ頑張ってるなっていうのは、なんか僕個人的な勝手な考え方だけど、なんかすごくわかるし、なんだか話してて楽しいなと思って。ああ、なるほど。うん、僕がその二十歳前後だと、まあ、トールさんとか、井上和彦さんとかがちょうど僕の20ぐらい上なんで、はいはい、それぐらいの先輩たちのイメージで見られてるはずなのよ。はいはいはい。いや、見られてるはず？いや、見られてるかな？いや、見られてます。てか、僕にとっても、だ今は、今でこそこんなね、ゲストにお呼びして、なんか、なんだろう。仲いいふりしてっていうか。仲いいふりって。本気のつもりですよ、僕は。いや、もちろん仲いいですよ、ね。仲良くさせていただいてますけど、はい、で、なんかお話もね、できるようになりましたけど、うん、やっぱり最初は緊張するし、うん、なんか漠然と怖いみたいな、あ、はいはい、なんかこう、失礼なことを言っちゃったりとか、なんか知らずに話しかけて怒られちゃうんじゃないかみたいな、そういう恐怖感が。ずっとそう思ってたもん。いや、
イクションサーガーっていうね、あったね、アニメあったじゃないですか。本当にバカバカしくて毎週楽しかったけどね。あの現場での僕へのいじりが悪質で、あのあたりからなんかなんかキレゲーみたいな感じに僕なっちゃって、あそっからですよ。だって神谷さんと鈴村さんですから、あのカジさんっていうあのなめた言い方を、カジさん、カジさん今日も抜き取りっすか、そうそれいるっつーのみたいなのから始まって、カジさんいるじゃないですか今日ってから本当にもう先輩はもちろん同期も後輩もカジさんはとか言い出しちゃってるんですからね。あ、本当にね、僕とケンイチ君はですね、はい、悪ふざけが過ぎるんですよ。はい。それはね、申し訳ないと思ってます。ちょっと、ちゃんとしてください。いや、ちゃんとしないと思いますよ。影響力あるんですから。まあまあまあ、ケンイチ君はね、はい、いやもう社長ですから、鈴村ケンイチさんも社長ですから、それはもうちゃんとしますよ、あの人は。そう。ただ残念ながら僕はね、青鬼プロダクションって組織の人間なんでね、青鬼さんがちゃんとしてくれれば、僕はいくらいい加減でも結構大丈夫なんですよ。まあ、青鬼さんはちゃんとしてるからな。いや、ほんとそうなんですよ。すげえちゃんとしてんでね。いや、もう、影響力すごいんで、ちょっとね。ほんとすいませんでした、それは。気をつけて物は言っていただきたいわけですけども。まあ、ただもう、カジ君が、うん、多分、野良神かなんかで取材を受けた時に、二、うん、人で写真撮って、ポラをさ、もらったのよ。その話。そう、いらないポラをもらって、あ、カジ君これさ、ポラもらっていいっす、あ、いいですよ、つって、じゃあさ、サイン書いてよ、つって、サイン書いてもらったの。で、ありがとうね、つって。はい、じゃなんか一言書いて、つったら、なんか知んだけど、クソ野郎って書き始めて、どうした、どうしてカジ君クソ野郎って書いたのって。あ、いやいや、これ俺のことなんですけど、クソ野郎よりって書こうとしたんですよ。その、なんか、神谷さんと、まあ、小野さんもそうですけど、なんとかクソ野郎みたいな、なんか3人、会うと、なんか、ののしり会うみたいな、まあ、それも野良神ですけどね。そうだね。なんか、そういう流れになってたから、流行ってたんだよね。そう。なんか、子供のブームみたいなのあるじゃないですか、うん、なんか、急にこれ言うみたいな。で、クソ野郎よりって書いこうと思ったら、クソ野郎の途中で見られちゃって、これは俺がクソ野郎ってことかみたいなことを言われて焦るっていうのがあって。そう。で、そのまま持って帰る。クソ野郎って書いてあるパラを持って帰って。たまに見るとちょっと面白い。だから、これ、続報なんですけども、はい、この間、それこそ、進撃の、うん、取材で、小野さんと、まあ、表紙をね、やらせていただいて、はいはいはい、その時もやっぱ、ポラがプレゼントであって、うん、使わなかったポラに、あ、これ、そういえば、これ、神谷さんにもあげたな、みたいなのを思って、サイン書いて、うん、小野さんに、もう今度は、脇汗クソ野郎先輩へって書いて。ちょっと絵まで書いて。僕じゃないですよ。そしたらなんか似たような暴言返ってきましたね。うん、いつも応援サンキューなっていう言葉とともに。小野くんらしいね。まあでもそうなんです。